お待たせしました。ご乗車ありがとうございます。特急神戸新開地行きです。次は純走です。純走の次は西宮北口に停まります。重曹です。次は西宮北口に停まります。出口は左側です。
本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。特急神戸新開地行きです。停車駅は西宮北口、宿川、岡本、神戸、三宮、花熊、高速神戸です。神戸三宮へは10時27分、新開地へは10時36分に到着します。次は西宮北口、阪急西宮ガーデン前です。井川、宝塚、今津方面はお乗り換えください。西宮北口の次は宿川に止まります。芦屋川、六甲方面はお乗り換えください。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。ご協力をお願いします。
西宮北口阪急西宮ガーデンズ前です。仁川宝塚荷物方面はお乗り換えください。仁川宝塚方面は6号線7号線荷物方面は5号線へお越しください。次は宿川に停まります。芦屋川六甲方面は1号線各駅停車にお乗り換えください。出口は左側です。車内にお忘れ物のないようご注意ください。座ります。ご乗車ありがとうございます。特急新海地域です。次は宿川、宿川です。紅葉園方面をお乗り換えください。宿川の次は岡本に停まります。お客様にお願いします。ただいま年末年始輸送案内総点検を実施中です。線路内への立ち入りや駆け込み乗車は危険ですのでお呼びください。また持ち主不明の荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。宿川です。紅葉園方面はお乗り換えください。次は岡本に停まります。芦屋川へは降りたホームでしばらくお待ちください。出口は左側です。閉まります。ご注意ください。
は岡本、岡本です。岡本の次は神戸三宮に止まります。岡本です。次は神戸三宮に停まります。御影六甲方面各駅は乗り換えください。出口は左側です。